11月5日土曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 以前名鉄9500系と名鉄3500系を連結して8両編成にして坂を登るという画面の動画がありましたが、動画番号2838では、まあ、ウェイトなしで整いました。まあ、これは登ります。でこれで動画番号2840では名鉄9500系のモーターに補助ウェイトをつけましたが、それでもスムースに登ることはできませんでした。そこで今回はリベンジとして名鉄9500系および名鉄3500系に室内照明ミニチュアを8両組み込んで重さを増して坂を登れるかどうかという、まあ、リベンジの動画です。時間との戦い5動画。お、室内照明ユニット8両分の重さはどれくらいでしょう。これは20グラムか。微妙だね。8両すべてトミックスの室内照明を組み込みました。まあ、20g ね、新たにね、ちょっとまあ加えたわけですけど、今度はスムーズに登れるでしょうか。では試していきたいと思います。これで登らなかったら、まあユニットを買うしかないね。おお、ダメかー。うわー、ダメ。じゃあ進行方向を変えて行ってみましょう。こういうダメだ。リベンジとして、まあ、動画を作ったわけですけど、残念な結果になってしまいました。おかしいですね。 JR の313系の8両セットにウェイトを乗せたら、それはスイスイ、まあ、登ったんですよ。今回はここまでです。今日はグリーマックス9500系、3500系の8両に室内照明も加えて坂を登らせようとしたリベンジ動画でした。竹坊でした。